今回の問題はこちら。平成30年秋、問42。ブルートフォース攻撃に該当するものはどれか。A、ウェブブラウザとウェブサーバーの間の通信で認証が成功してセッションが開始されるときにクッキーなどのセッション情報を盗む。 E、コンピューターへのキー入力をすべて記録して外部に送信する。 U、使用可能な文字のあらゆる組み合わせをそれぞれパスワードとして繰り返しログインを試みる。 A、正当な利用者のログインシーケンスを盗聴者が記録してサーバーに送信する。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は U、 使用可能な文字のあらゆる組み合わせをそれぞれパスワードとして繰り返しログインを試みる。こちらがブルートフォース攻撃に該当する選択肢です。それでは解説していきます。ブルートフォース攻撃とはあらゆる可能性を試してパスワードや暗号を解読する攻撃です。一言で言うと全部試しちゃえ攻撃ですね。例えばブルートフォース攻撃を使って宝箱を開けてみましょう。この宝箱は鍵がかかっていて正しい数字の組み合わせにしなくては開けることができません。ブルートフォース攻撃を使えば正しい数字の組み合わせを知らなくても絶対に鍵を開けることができます。ブルートフォース攻撃は全部試しちゃえ攻撃でしたね。言葉の通りブルートフォース攻撃は全てのパターンを試します。00000から始めて00001、00002のように順番に試していけばいつか必ず宝箱を開けることができます。では宝箱ではなくログインページに対してブルートフォース攻撃をする場合を考えてみましょう。攻撃者は考えられるユーザー ID とパスワードの組み合わせをブルートフォース攻撃によって試していきます。もしパスワードが数字4桁など簡単なものだと攻撃者はすぐにブルートフォース攻撃を成功させてログインができてしまいます。これは危ないですよね。ではブルートフォース攻撃を防ぐためにどのような対策が必要なのか考えてみましょう。まず思いつくのはパスワードのパターンを増やす方法です。パスワードを8文字以上、大文字、小文字、数字、記号を使わないといけないというパスワードの生成ルールを決めておくとパスワードの組み合わせが膨大になりブルートフォース攻撃によるパスワード解析を困難にすることができます。しかしユーザーとしては複雑なパスワードを作ったり覚えたりするのは大変ですよね。そこで最近よく利用されている別のセキュリティ対策があります。それが多要素認証です。おそらく皆さんも多要素認証を経験したことあると思います。多要素認証とは本人確認のために複数の種類の要素を認証する方式です。例えばログイン画面にユーザー ID とパスワードを入力します。するとスマートフォンに SMS が届いて認証番号が通知されます。ログイン画面に SMS で届いた認証番号を入力することでログインできるようになります。この例の場合パスワードを知っているという知識要素、その人が登録しているスマートフォンを持っているという所持要素の2つの要素を使って認証することでセキュリティ強度を高めています。もし攻撃者がブルートフォース攻撃によって ID とパスワードの組み合わせを探すことに成功しても登録しているスマートフォンを持っていないのでログインをすることができないので安心です。ここまでの話をまとめます。ブルートフォース攻撃とはあらゆる可能性を試してパスワードや暗号を解読する攻撃です。対策としては多要素認証の導入が効果的です。ではここで間違い選択肢も一緒に確認しておきましょう。まずはあの選択肢です。ウェブブラウザとウェブサーバーの間の通信で認証が成功してセッションが開始されているときにクッキーなどのセッション情報を盗む。この選択肢どんな攻撃か皆さん分かりますか。この選択肢は
セッションハイジャックです。セッションハイジャックとは、クッキーなどのセッション情報を盗んで、なりすましてアクセスする攻撃です。クッキーという言葉はよく耳にするので、イメージできるようにしておきましょう。クッキーというのは、サーバーがクライアントを識別するための情報です。初回クライアントがサーバーに接続したとき、サーバーからクッキーという情報が渡されます。クライアントはそれ以降の通信でクッキーを渡すことで、サーバーがどのクライアントからの通信なのかを識別できるようにしています。サーバーはいろんなクライアントからの通信を受け付けているので、クッキーのような仕組みを使ってどのクライアントからの通信なのかを識別しています。ただしクッキーは大切な情報なので、取り扱いには注意が必要です。もしクッキーの情報を盗まれてしまうと、そのクッキーを発行されたクライアントになりすましてアクセスすることができてしまいます。このようにクッキーなどのセッション情報を盗んでなりすます攻撃のことをセッションハイジャックと言います。では次の E の選択肢を見ていきましょう。コンピューターへのキー入力をすべて記録して外部に送信する。これはどんな攻撃か分かりますか？これはキーロガーの説明です。キーロガーとはキーボードを操作したログを記録するプログラムのことを言います。キーロガーにはソフトウェア型、ハードウェア型がありますが、ここではハードウェア型を紹介したいと思います。こちらは実際に Amazon で売っているキーロガーです。非常に小型で簡単に USB で接続できることがわかります。この機器を PC に接続するとキーボードの入力内容を記録します。さらに記録したキーボードの入力情報を電子メールで送信する機能もあるようです。キーロガーが悪用されるケースとして、例えば漫画喫茶のパソコンにキーロガーを接続します。キーロガーに接続されているとは知らずにキーボードに大切な情報を入力してしまうと、その情報が盗まれてしまいます。このようにキーロガーの被害に遭わないようにするために、大切な情報は不特定多数の人が利用するパソコンでは入力しないようにしましょう。次は A の選択肢です。正当な利用者のログインシーケンスを盗聴者が記録してサーバーに送信する。これはどんな攻撃の説明でしょうか？これはリプレイアタックの説明です。リプレイアタックとは、認証情報を再利用してなりすましてアクセスする攻撃です。リプレイアタックのポイントは、認証情報を再利用するという部分です。再利用なのでリプレイです。少し専門的な話ですが、認証方法の一つにチャレンジ&レスポンス認証というものがあります。チャレンジ&レスポンス認証は、パスワードがネットワーク上に流れない認証情報としてよく利用されます。チャレンジ&レスポンス認証の流れを簡単に説明します。認証する側はチャレンジという情報を認証される側に渡します。認証される側がチャレンジの内容をもとに計算を行い、加工したパスワードの情報をレスポンスとして応答するという方法です。こちらの図をもとにもう一度説明します。クライアントがサーバーに接続します。この時サーバーは正規のクライアントなのか、チャレンジ&レスポンス認証で認証します。認証する側のサーバーはチャレンジとして、パスワードをかけるにした情報を送ってくださいという情報をクライアントに渡します。クライアントは、例えば自分のパスワードが12だとした場合、12を2倍して24という情報をレスポンスとして応答します。サーバーはレスポンスの内容を見て、正規のユーザーからの応答なのかを確認します。この認証の良いところは、パスワードがネットワークに流れないことです。今回の例の場合、 A さんのパスワードは12ですが、ネットワーク上に流れている情報は12というパスワード自体の情報ではなく、パスワードを加工した情報です。チャレンジ&レスポンス認証では、パスワード自体の情報がネットワークに流れないという意味が皆さん理解できたでしょうか？しかしチャレンジ&レスポンス認証も、
適切に設定していないとリプレイアタックによって成りすましされてしまう可能性があります。リプレイアタックでは攻撃者がチャレンジ&レスポンス認証のやり取りを盗聴します。攻撃者はパスワードが12だということは知りませんが、24という数字を答えるとログインできることを理解できてしまいます。その結果、認証情報を再利用して成りすまししてアクセスすることに成功できてしまいます。ではリプレイアタックを防ぐためにはどういう対策が必要でしょうか。それはチャレンジを毎回異なる値にすることです。毎回パスワード ×2 を送ってくださいというチャレンジだと毎回同じレスポンスになりますよね。例えばパスワード ×7 もしくはパスワード ×30 など、毎回チャレンジの値を変えることで毎回レスポンスの値も別になるので、リプレイアタックを防ぐことができます。リプレイアタックを理解するためにはチャレンジ&レスポンス認証の流れが分かっていないとイメージしにくいと思うので、よく分からなかったなという方はチャレンジ&レスポンス認証から勉強してみてください。今日も勉強お疲れ様です。ここでブレイクタイム、ちょっとリフレッシュしましょう。最近視聴者さんからオンラインコミュニティではどんなことやってるのという質問をいただいたのでお答えしたいと思います。マサルの勉強部屋では2024年から成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。オンラインコミュニティは IT の資格勉強を中心に皆さん交流しています。一人で勉強するのが孤独、わからない部分を質問して聞いてみたいけど聞ける人がいないという方はぜひ参加していただきたいコミュニティになっています。また勉強だけではなく、ここに書いているようないろんなイベントをこれまでに開催してきました。勉強だけではなく横のつながりを作りたい人もお気軽に参加してください。参考までに、こちらは2024年8月に実施したイベントです。現在は2024年秋の情報処理技術者試験に向けてみんなで勉強を頑張っています。参加方法はメンバーになるボタンからオンラインコミュニティに参加するプランを選択すると参加できるようになります。皆さんのご参加お待ちしています。最後に復習です。平成30年秋、問42、ブルートフォース攻撃に該当するものはどれか。正解は使用可能な文字のあらゆる組み合わせをそれぞれパスワードとして繰り返しログインを試みる。それ以外の間違い選択肢として、あはセッションハイジャック、いはキーロガー、えはリプレイアタックです。間違い選択肢までしっかり理解して午後問題でも使える知識を作っていきましょう。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。